プリシエイト高梨いつきです。フェアリーゴッドマザーアイズメソッド15色の才能。人は誰でも15色の才能を持っている。その15色を組み合わせて無限の才能を作ることができるのです。これは再来年還暦を迎える私が才能の目である15色の短所を自分も周囲も幸せにする才能として花開かせるために挑戦する行動の記録です。才能が開花するまで毎日更新の予定です。劣等感の塊で自己否定的で自己喪失し依存症になっていた私が自己肯定して自己重要ができ、周囲や社会に貢献できる才能の塊になるまで検査と鍛錬、挑戦と失敗を重ねていきますから、ぜひご覧ください。才能がいつ花開くかは誰にも分かりません。もしも途中で挫折してしまったら申し訳ありません。10月6日のダイジェストです。6日の午前中は朝のルーティンと、授業の準備、午後は授業と買い物、夜は夜のルーティンと動画編集で早めに寝ました。これは翌日に編集している動画です。タイムラインは LINE ブログに上げていますので、ぜひぜひご覧ください。15色の才能を伸ばす鍛錬と研鑽で行動した色にハートマークということで、赤色がストレッチ筋トレ目の運動、ウォーキングは6057歩、体重測定8時間以内の飲食、8時間睡眠、ゆうたるさんとマリナトレさんで運動をしました。オレンジ色をお休みをしていて、黄色が水彩色鉛筆とアクリル絵の具でオラクルカードを書きました。動画編集とブログも書きました。黄緑色の拡散が Twitter2 つ、Facebook2 つ、YouTube で動画を作って、ノートとホームページとアメーバとブロガーでシェアをし、LINE ブログで日記のタイムラインを上げています。Instagram お休みしていますね。緑色のガーデニングも昨日はしていないです。水色が計画を立てて空の写真を撮りました。青色の暗記暗唱をしました。紫色のルーンとタロットカードを引きました。ピンク色のメイク、ファッション、アクセサリーはしました、フェイスマスク、オーラルケア、身だしなみを整えて誰かを褒め感謝を捧げ自分を愛して褒めました。薄橙色の皿洗い、洗濯、整理、マッサージ、お風呂、ボディメンテナンス、薬を飲むのとサプリを飲むの、寝る前の整理整頓までできています。黄土色の買い物と、それから両学長さんのライブが旅行の間見ずに溜まっていたので、それを3本ほど見ました。茶色が漫画を読みました。黒色がお休みしていて、灰色が日めくりをめくりました。白が掃除浄化、断捨離、のりと強炉崩壊、お香機能を忘れてしまって、アロマオイルとお祈りですね。今日は何色の才能を集中的に育てたかということですが、体がなかなか回復しないので早めに休んで茶色のリラックスの才能を育てました。8時半にお布団に入るってなんかすごく幸せを感じるものですね。あ、こんなに幸せだったらできるだけそういう生活にしていこうって思いました。オラクルカードを制作して黄色のクリエイターの才能を育てました。今日の自分観察、休み明けの授業は久しぶりに生徒さんにお会いできてとても楽しかったです。報告は以上です。動画のチャンネル登録と高評価、ブログや SNS のフォローといいねをどうぞよろしくお願いします。動画の音楽はオシム、イラストはオキソ、文とナレーションは高梨月でお送りしました。神様と皆様に感謝します。 I appreciate。今日も授業なので頑張ってきます。自分の人生は自分のもの、人にも社会にも支配されない、人のせいにも社会のせいにもしない自分との一本勝負です。過去を悔やまず、未来を恐れず、この先が明日までかもしれないし60年以上あるかもしれない、そんな人生のために今日一日に集中して楽しく生きます。今はの際まで希望を持ち続けます。この世界はすべて自分の魂の成長のためにあるのだから、神様と皆様に感謝します。 I appreciate。 じゃあまたね。バイバイ。